大まかには。でも細かい場所となるとちょっと何か気になることが。これと同様のものが他にもあるのか。あるならたくさんこれが欠片らなら、かけ落ちた元があるあー、なるほどね。ただの石かと思いきや、欠片ってなると、元々大きな何かだったかもしんないってことか。疑問はいろいろとある。せめて、その付近だけでも調べてみた方がいいかと思ってね。お前本当に医者か <laughs> <laughs> なんか陰陽師医者に加えて、資質学者みたいなこともやってないか私覚えていますよ。この前払った場所ですよね。どうやって <laughs> なんか目印でもつけたの今から調べてきましょうか。忍者仕事早 <laughs> でもあなた学校あるでしょいや、場所さえ教えてもらえれば、檻を見て私が、我輩が行こう。唯一の不登校キャラが。<laughs> 確かに、定期 <laughs> 学生たち忙しいもんな。村雨様がですか<ん> <laughs> <laughs> 安心してみず、水はピーターパン現象だから <laughs>。あれだけ小さな欠片だ。場所を限定しても見つけるのは容易ではあるまい。でも主人公、迷わず手に取ったって感じだったからね。本当になんか気配を感じないと見つけることなんて不可能なんじゃないかっていうレベルじゃないかだが我が輩なら微弱ととはいえ気配を感じるることができる仮にそうだとしても、水葉と会話ができないメが気配感じ取ったところで、どうやって伝えるのって感じだけどね <laughs>。メ単独で行くってことなのかなそれは確かにそうだけど、それじゃ悪いけど頼めるか。うん、あ、でも夜にはちゃんと帰ってこいよ。心配だから。 村雨になるが <laughs> クるがと対峙してから、ムラサメがこの実態のままってこと、今までなかったからね <laughs>。そこら辺どうなんだろう。ご主人の方こそ勝手に危なないいとをするでないぞお前、後で夜の山で怖すぎて動けなくなっても知らないぞ <laughs>。そんな余裕そうな顔しやがって。そう言って、ムラサメちゃんの姿が消える。ムラサメ様が何か意見を <laughs> 置いてかれてるやついるな <laughs>。なんかないの翻訳機みたいな <laughs>。 せめて紙とかに書ければ、こんなタイムラグが生じなくて済むんだけど。いえ、かけらの剣で山に向かったところです。私の代わりに調べてきてくださるということで。そ,そうなんだ。全然見えないから、三人とも幽霊と話してるみたいだったよ。ちょっと怖かったよ。<laughs> <laughs> なんだかんだ今医者やってても、本名字の血筋なのか知らんけど、ボカルト系、ちょっと信じてんだな。<laughs> それ本人のの前ででで言わなないいいいい方がすいすいすよ幽霊扱いするとと怒怒りまかかかららったところで水の耳には何も届かないから <laughs> 主人公がうるさい思いするだけだから別に、水葉ーダメージなんだよな。って言われても、その本人が見えないからね。その理由を駆使して、紫にバリズを浴びせてもいいよね <laughs>。あちゃめちゃに言っても何も危害加えられないもんな。でも、紫様が調べてくれるならありがたい。お言葉に甘えさせてもらおう。私も、資料の洗い直しに専念できるしね。資料あ、そうだ、主人公。<laughs> いろいろ調べろ、お前も <laughs>。いつまでも谷任せにしてんじゃねえよ。とにかく、この欠片は私が調べておく。そろそろ診療所を開けないと。学生は学生の本分を果たしなさい。もう授業が始まっている時間だよ。いや、くっそ、このしょうがない理由で学校サボれると思ったのに <laughs>。どうせまたまた、シューシューシュー機関書トーマス話を聞かされるだけなんだよな。はい、わかりました。それでは、失礼します。 アリチさん <laughs> <laughs> てめえもお辞儀してさっさと退出しろやって、つ。その場から動こうとしない俺に、ともたくさんが不思議そうな顔をする。ごめん、先に行っててくれないかなおいおい。この前、紫がいて、楽しめなかったからって、またジョイさんとの二人きりイベントを楽しもうとしてんのか、お前。ちょっと駒川さんに用事があって、気にしないで、すぐに俺も行くから。そうですか、わかりました。お、だいぶ信用されてる。<laughs> もはや秘密事とかあっても、女子のは気ほども気にしなそうだね。いや、これはこれでちょっと、寂しい気持ちになるけど。<laughs> 首をかしげつつも お母さんの二人となるミツハ二人きりだね <laughs> 今回ムラはお使い行ってるから正真正銘二人きりだねそれで一体何かないやちょっと警戒されてんの子は <laughs> 医者の持つ武器なんて絶対メス以外の選択肢ないから死にコン前に気をつけるんだぞ <laughs> 資料って、たたり神は呪詛に関してですよね。その資料、俺にも読ませてもらえませんかそれは構わないけど、どうしたの俺、今まではずっと、たたり神と戦うことばっかり考えてきました。ちょっと余裕が出てきたのかな、主人公の中でも。ナルガクルガだけが本当の敵ではないんだっていう風に。でも本当の目的は、呪詛を解くことです。そのためには、もっと知らなきゃいけないんじゃないかと思って。だから。そうか。ありちくんは、外の人だったね。呪詛に関わる人間は、子供の頃には説明を受けるから、すっかり失念していたよ。あ、そんぐらい主人公ってもう、氷の人っていう認識になってんの <laughs> 馴染むスピード早くねお前チャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ